パッド・マステロットはアメリカ合衆国のドラマー。1984年にミスター・ミスターのメンバーとしてデビューした後、キング・クリムゾーン等で活動。ケイティ時代愛用のドラムワークショップ製ドラムセットカリフォルニア州、チコ出身。10歳でドラムを始め、その後ロサンゼルスに移る。1980年代に入ると本格的にスタジオミュージシャンとして活動。 1981年、日本武道館で行われた第12回世界歌謡祭に、ホリー・ペンフィールドのバックバンドの一員として出演し、当時スーパースランプで活動していたサンプラザ中野のパフォーマンスに注目して、進行を深めるに至ったというエピソードがある。1983年にミスター・ミスターを結成し、同バンドは1984年にデビュー。 1985年発表のセカンドアルバム、Welcome to the Real World がビルボード200で1位を獲得し、ブレイクを果たした。バンドと並行して、スタジオミュージシャンとしての活動も続け、ポインターシスターズ、エディ・マネー、パティ・ラベル、ケニー・ロギンス、エクスタシー等のレコーディングに参加。ミスター・ミスターが1989年に解散してからは、ホールオーツや、 ロビン・ヒッチコック等との共演を経て、1993年、デビッド・シルビーアンとロバート・フリップのプロジェクトである、シルビーアンフリップのツアーメンバーとなる。その後、ロバートの教え子であるギタリスト、スティーブ・ボールと共に、プロメテウスを結成し、1994年に、唯一のアルバム、カシン・プロメテウスの物語を発表。同時期にキング・クリムゾーンに加入。 ビル・ブルー・フォードとのツインドラムを披露した。1997年から1999年にかけてキング・クリムゾンがプロジェクトに分裂していた時期はプロジェクト3マスクとプロジェクト4ウェストコーストライブに参加。その後ビル・ブルー・フォードがキング・クリムゾンを脱退したため以後はパッドが単独でドラムを担当。パッドはその後もキング・クリムゾンと 並行して様々なミュージシャンと共演。1999年、マスティカというスリーピースバンドを結成し、アルバム99を発表。2001年には、キング・クリムゾンの作品でも共同作業をした、レコーディングエンジニアのビル・マニオンと共に、BBM&M というユニットを結成し、アルバムエクストラクツアーティファクツを発表。また、 ロバート・フリップの教え子のギタリスト3人によるバンド、カリフォルニア・ギター・トリオの作品、c g 3 2に、トニー・レヴィンと共に、ゲスト参加。2004年以降は、フィンランドのアコーディオン奏者、キンム・ポーヨネンと結成した、ユニット・ケイティでも活動。2007年には、スウェーデンのプログレッシブ・ロックバンド、フラワー・キングスにツアーメンバーとして一時加入。2008年、 キング・クリムゾンに、ギャビン・ハリソンが加入し、バンドはパットとギャビンのツインドラム編成となった。また、2008年から2010年にかけて、アラン・ホールズワース、テリー・ボジオ、トニー・レビンとの連名バンドでもツアーを行い、2008年、2010年6月、同僚のトニー・レビン等と結成したトリオ編成の、バンド、スティック・メンのツアーで来日。2015年12月、再始動した、 キングクリムゾンの公演で来日。詳しくは、ミスター・ミスター・ディスコグラフィを参照詳しくは、キングクリムゾンの作品を参照詳しくは、プロジェクト・ディスコグラフィを参照詳しくは、スティックメン・ディスコグラフィを参照。ありがとうございます。